たらホースポケット。こんにちは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、やっていきたいと思います。片野サニブラですね。ゲートが開いた。ゲートが開いた。これでしばらく持つでしょうか。はい、片野サニブラが、前回3冠プラスWBC 制覇を達成しました。あら、もう結果出ちゃってますね。おと思ったらでしょうか。ごめんなさい。何か用ですか。勘違いしてますね。これからWBC、SWBC に出します。まずは4週ぐらい、調教を行っておきましょう。スピードを上げたいですね。メロンで成長促進です。お知らせが届いています。いい感じですね。いい感じですね。何か用ですか。ところで。さてと、この馬のベスト体重っていくらなんでしょうね。お公式な、生放送2月21日の水曜日ですね。松田しおりさんが、ゲストと、これは秘書の、声をやっている人の一人です。一応選択しますと、あまり近寄らないでもらえます。私は北方くるみ。よろしくね。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。この人ですね、松並ゆい。この人が松田、しおりさんが声をやっている、キャラクターです。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます。まずこの、サニブラまではこの笹山美咲でやっていきたいと思います。ご存知ですか。素晴らしいです。ちょっと馬体重が減りすぎてるよな。かなりハードな調教をやってますね、今は。ただそろそろ疲れも溜まってきてるでしょうから、無理はさせたくない。おっと先行になってる。そうか。会話でハード調教をやった上でさえ会話なんですけど、もう大いにパワーアップさせなくても会話でいけそうな気がするんですよね。482ですね。例えばこれで選んだ場合、何か用ですか？これがベスト体重なのか。じゃあ、おっと、間違えた。取り消しましょう。もう一周、調教やって、SWBC に登録したいと思います。ご存知ですか？これだと478になるから素晴らしいです。大根なんですけど、大根だとこれも2キロなんですよね。貝割れいきましょう。何か用ですか？さあ、これで SWBC 登録したいと思います。SWBC 2000の芝、これ1着取りますと5000枚確保できます。もう2着だとたったの1000枚になっちゃうんですよね。この通りやっぱりすごいメンツが揃ってます。間違えた。登録やっぱりいいジョッキー乗せたいんで、武豊を乗せたいと思います。で、SWBC なんですけど、これ結構結果が出るまで時間がかかるみたいです。あと1時間半以上待たないといけませんので、それを待ちまして、また、結果をお知らせしたいと思います。それでは一旦ここで、落ちます。また後でゲーム動画でいこうです。さあ、成果の見せどころです。はい、いよいよ SWBC の結果が出たようです。やはり、実はですね、この動画の収録の合間にですね、コメントがありまして、非常にありがたいところではあるんですけど、ところで、ファンタジーレインさんという方が、コメントをされてらっしゃいました。で、何を言われているかというと、どうもレベルとして、SS これさ、一番高いのか、さらにその上があるのかわからないんですけど、かなり高いレベルだと。おそらくデビュー戦の 1.1 倍を見て、そう言われたかと思うんですけど、これ20枠だそうですね。虹枠ってなんか聞いたことありますね。なんかすごい馬の、すごい馬の時になんか虹が出ると。生産をした時にいろいろアニメーションで成長の具合が流れるんですけど、その時に虹が出てたんじゃないかなと。レース展開に合わせて柔軟に位置取りできる馬は魅力的ですね。思います。考えてね、秘書のこれでしばらく持つでしょうか。はい、というわけで二次枠なんで、いきなり皐月賞で 1.56 倍出ると思いますと、書いていただきました。皐月賞のオッズってどれぐらいだったかな。うん、結構安かったような気がするんですね。なのでこの片野サリブラは相当すごい馬なんだなというのことが感じられますね。はい、というわけで、いよいよ SWBC 見ていきたいと思います。いやー、ほんとドキドキしますね。観戦です。さあ、人気はどうなのかな。一番人気は、スノータルト安藤克己安城ですね。ああ、5頭出てるんですか。まあ、スノータルトが 4.0 倍で、我が片野サリブラが 4.4 倍なので、そんなに差がない。しかも、武豊が乗ってくれていますからね。これは相当、期待できるんじゃないでしょうか。印ですけど、スロータルとともに二重丸2つ分け合ってますね。これは面白い。さあ、いよいよレースです。1着がメダル5万5000枚、2着がメダル1000枚ですからね、全然違いますからね。オープニング入りしたアニメーションが流れます。さあ、緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超える時、その目には何が映るんでしょうか。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。10番ラレーアラビアン、ダッシュがつきません。先頭に立つのは何か、オルコックアラビアンがかわしていきました。そしてその後ろからエクリプス、6番プロイバ対ローゼントバイであります。それからもう1頭ヘロド、そして内からはゴドルフィンバルム、それから片野サニブラ、内を通りまして9番バッチェム、これが1番人気、連勝中のスノータルト、そのうちムーンライトコール、ちょっと離れて5番バイアリータークであります。ワルツランド、もう1頭ラレーアラビアン、緑の芝生は両方と発表されております。これが先頭7番オルコックアラビアンであります。それから離されまして11番エクリプス、ヘロド、その外6番ローゼンツバイ、世界一への試練となる厳しい上り坂、ロドルフィンバルム、外を通りまして12番片野サニブラ、そしてそのうちにマッチェム、その後ろでやりましょうか。8番スノータルト、2番ムーンライトコール、スノータルトがマーク入ってますね。オルコックが逃げる、これを追いかける各馬の足色はどうなんだ。のサニブラは3番手といったあたり、一発二発とムチが飛んでオルコックアラビアンが先頭だ。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭レッドとオルコックアラビアン、外からはパタナサニブラ、オルコックアラビアン先頭、パタナサニブラが襲いかかる。パタナサニブラ先頭に立った。間からスルスルとスモーカルと1着、おお食った、やった、スーパーワールドブリーダーズカップを制しました。獲得賞金は9000枚突破。すげえ、パタナサニブラここまで無敗で SWBC まで上がりましたよね。確定しました。厩舎レベルも一気に2つアップ。初の SWBC 制覇です。いや、夢を見ているかのようですね。すごい。ああ、すごいです。はい、というわけで、見事 SWBC を、制覇することができました。うわー、嬉しいなー。まだ89週残っております。ということはこれ1万枚突破してそれ以降の楽しみも出てくると思いますね。早く G1 取って上に行かせてさらに走らせていきたいと思います。確かですね、即 WBC にも乗れる権利も2つ確保してると思うんで、早打ちそれ使ってしまってもいいかもしれないですね。はい、というわけで、見事に SWBC を取った、感動すべき瞬間をお送りいたしました。はい、いつものように説明欄にブログ、ツイッターのアドレスを載せております。よろしければ見に来てください。また、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方もぜひよろしくお願いいたします。はい、最後に流す関連動画。プレイリストの方もよろしければアクセスお願いいたします。スターフォースポケットをお送りいたしました。ゲーム動画で以降でした。